We are glad to inform you that today's match day programs are available from stands located by the gates. I'm sure they will make fine souvenirs.フットボールファンの皆さん、こんにちは。勝利に向け2チームが全てをかけてぶつかり合います。運命の女神は果たしてどちらに微笑むのか、注目のマッチです。この時間はダンディユナイテッド対ヴィファーレン長崎、こちらをご覧いただきます。本日のゲームはeフットボールスタジアムで行われます。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。エジガルジュニア、うまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。ディフェンスラインの背後ですよね。チャンスありますよね。ダンディユナイテッド、今のカウンターは危なかった。シュート、ネイマール、カゼミロ、ここはつながりません。大竹、これは合いません。足の切り替えも早いですよ。キミッヒ、さあカウンターのチャンスになります。どうだこのシュート、これは惜しい。もともとミドルが得意なプレーですから、もう隙があれば打ってきますよね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。カウンターですよ。エジガルジュニオからアキノ、裏へのスルーパス、いいボールですね。大竹、クロスを選択、クルトワ、ここは抑えました。このボールをインターセプト、キミッヒ。ここまでは両チームとも0対0、時間は前半中盤に差し掛かっています。ボールのボールのパス、これはどうだ。いやー、今のは惜しいシーン、シュートは枠を外れていきました。こぼれ球への反応は早かったんですけどもね、これは決まりませんでしたね。個人技見せます。ここは対応します。ダンディユナイテッド、ここでファウルをもらいます。カゼミロ、ペドリ、桑崎、さあカウンターだ。リュカ・エルナンデス、ここはカットします。カゼミロからイブラヒモビッチ、ボールを奪いに行きます。裏へ届くか、さあ裏を狙っていきましたが、これは通りませんでした。狙ったペドリ、硬い守備を見せます。
カゼミーロ、流れを止めます。アキノ、これはチャンスだ。チャンス、打つ。今のはよく当てましたよね。いや、いいディフェンスでしたよね。And a quick reminder today, everybody, to make sure to put any litter in the bins provided. Thank you for your cooperation. チーム生き残りをかけて激しいサバイバルが続いています。フットボーラーのプライドをかけた戦いを存分に堪能しましょう。このゲームはカタルーニャ州バルセロナにありますカンプノウで行われます。スペインサッカーの歴史はこのスタジアム抜きでは語れません。この時間はビファーレン長崎対鹿島アントラーズ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。
今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ前半見ていきましょう。リファーレンだ、シュートダーン、裏のスペースを狙う、ここは繋がりません。さあエジガルジュニオ、澤田、さあ打てるか、あーこれファン、取らないですかレフリー。さあ一気にカウンター、アーチのようなパス、これは合いません。ベッケンバウアーからのスルーパスをカットしました。デリフト、流れを止めます。パス、このフェルナンデス、うまく飛び出してシュートまで持っていったんですがこれは決まりません。飛び出し、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。ブジョル、ベッケンバウアー打っていった、対応します。審判流しました。ここで収まる、おっとこぼれ球、エジガルジュニオからクリスティアーノ、このボールに触ります。レロイサネ、太陽、シュート、いや決定的でしたね。体を張ってゴールを守る素晴らしいディフェンスでしたね。ここは繋がりません。ベッカム、カシマントラーズ、カウンターを仕掛けていきます。折り返す、頭で来た、ゴールアントラーズ、得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。さあ鹿島1対0先制しています。1点取ったことで試合の主導権を握れますし、自分たちのやりたいことができますよね、はい、ここからさらに追加点が奪えるといいですよね。素早いパスで攻め上がっていきます。スペースへ、対応せざるからクリスティアーノ、シュート、クリスティアーノ、うまいインターセプトを見せます。サイドチェンジ、こういった逆サイドのアプローチは単に枚数が少ないからだけではなくて、中央を散らしてスペースを作りやすくする役割もありますからね。いい展開ですよね。シュート、同点、長崎決められてから北澤さん、またすぐでしたね。いやこの点決められた後、相手の一瞬の隙を見逃さなかったですよね。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さんどうご覧になりますか。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。シュート、決まった、勝ち越し長崎、ゲームをひっくり返します。美しいカウンターからのフィニッシュでした。いや迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。見事でした。エジガルジュニオ、今日2点目のゴールです。
さあ長崎1点をリードしてリスタート。いや止まらないですよねこの勢い。さっきのゴールをきっかけにチーム、どうだこのシュート、ダーン、おっとベッカム、これは合いません。ここは対応します。一気に前線にボールを送る高橋、フジョル、このボールをカットします。スペースを狙う、絶好の位置、シュート、いやスルーパスからのチャンスでしたがこれは決まりませんでした。ディフェンスラインの背後ですよね、チャンスありますよね。アレクサンダー・アーノルド、ベッカムから中、ここでレフリー笛を吹きました。熱い前半が終了します。失点の後怒涛の攻撃、さあ前半いかがでしたか。いや面白い前半でしたね。同点に追いついた勢いで一気に逆転まで持ってきましたからね。自分たちの時間帯にどれだけ有効的な攻撃をしていたかっていうことでしょうね。ビファーレン長崎対鹿島アントラーズ、長崎が2対1とリードして後半を迎えます。後半参りましょう。対応せずあるからクリスティアーノ、ボールを受けて来た、これはベッケンバーガー、さあカウンタースピードを上げたいところ、柔らかいボール、ここはつながりません。響き、秋野、奥家、澤田、さあ一人で持っていく、ベッカム本日ワンアシストです。キミッヒ、キミッヒから長いボール、スペースを使う、長崎はあわやというシーンでしたがここはしのぎます。デリフトへ、ハット、足の切り替えも早いですよ。エジガルジュニオ、いやー追加点、長崎、さあさらに点差が開いています。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので奪ってからの攻撃がスムーズにつながりますよね。守備あってのカウンターっていうのが選手に浸透してますよね。素晴らしいハットトリックです、エジガルジュニオ。さあ長崎勝利へと導く1点となるのでしょうか。長崎としてはこれで相手も1点返そうと前に来るのでチーム全体で冷静に対応していきたいですよね、はい、これ1点取られたら試合の流れも分からなくなりますからね。確かにそうですね。さあホーランドクリアです。鹿島ここでファールをもらいます。レフリーの答えはイエローカード。長崎がメンバーチェンジをします。これは少し不可思議のシュートになりました。ちょっと距離ありましたからね、他の選択肢もあったと思いますけどもね。米田、
スルーパスを狙う。ボールが収まる。足元を狙う。シュート。ガー。押し込むか。ドポスト。いやいやポストに嫌われました。これはギリギリじゃないですか。これとこれはつながりません。フジョル、このボールに触ります。オフサイドか。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。長崎としては守りに行くのか取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいいですよね。フジョル、このボールをカットします。ここは読んでいました。奥井、大きく前線に入れます。縦にボールを送りましたが、これはタイミング合いませんでした。ボールを上げる、絶好の位置で受ける。危ないシーンでしたが、ここは大きくクリア。このスルーパスは通りません。裏を狙う。このパスはキーパーへ。これは合いません。裏へ届くか、狙えるか。シュート、決めてきた。ゲット、アントラーズ。さあこれであと1点差。キーパーが弾いたボールを押し込みました。これはキーパーのファンブルを狙ってましたよね。ポジショニングも良かったですし、きっちりセカンドボールを押し込んでいいゴールでしたよね。長崎が最後のカードを切ります。さあ鹿島、これで相手を射程圏内に捉えたでしょう。あと1点ですよ。どうだと呼んでいた。ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。危険なプレーのようにも取れましたが、笛はありません。これはクリア。鹿島ボール。サブスティチューションインプログレス。ここはボールを下げる。サイドを変えた形。これがつながります。高橋、いい守備で奪う。いいとこまで行ったんですけどもね。ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。米田、エジカルジュニオ、カウンターですよ。これは届くか。デリフト、ここはカットします。そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうっていう感じ出てますよね。ウバッペ、スペースを狙った。このボールをインターセプト。ここはディフェンスの対応。もったいなかったですね。最後まで諦めてませんよね。さあエジガルジュニオ、時間ないんで前へ前へ行きたいところなんですけどもね。裏へのスルーパス。おっと、いいボールでしょ。ブルーノ・フェルナンデスへ。頭だ。来た、取って、アントラーズ。ここで同点。この時間に追いつきました。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。そうです、試合終了、3対3。両者激しい点の取り合いを見せましたが、結局引き分けということになりました。エジガルジュニオ、今日はハットトリックの大活躍。最高のパフォーマンスを見せてくれたこの選手。
北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。長崎としては総合力で上を行くチームに対してよく健闘したと思いますよ。今日みたいな試合で引き分けに持ち込んだというのはね、大きいですよね。今後に期待したいと思います。そうですね。スタジアムを興奮のルツボへと叩き込むという試合展開でした。そろそろお別れの時間となります。今日の解説は北澤豪さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。両者ドローで試合を終えています。And a quick reminder today that parking in the area around the stadium is strictly forbidden. Please use parking provided by the club or any other paid parking facilities in the area.
各チーム生き残りをかけて激しいサバイバルが続いています。フットボーラーのプライドをかけた戦いを存分に堪能しましょう。本日のゲームは e フットボールスタジアムで行われます。この時間はヴァンフォーレ甲府対ヴィファーレン長崎、こちらをご覧いただきます。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。ヴァンフォーレ甲府対ヴィファーレン長崎、北澤さん、この試合ゴールマウスにはオリバーカーンが待ちかます。シュート、決まった、先制長崎。今のゴールですが、中盤で奪ってからの展開でしたね。ボールを奪った瞬間、トランジションの部分が良かったですよね。ゴールへ向かっていく意思がチームで統一されてますよね。さあ長崎、早くも1点先制と幸先いいですね。このゴールは大きな1点ですよね。しかも時間帯もいいですよね、はい、これで流れもつかめるでしょうし、このまま勢いに乗っていきたいですよね。さあ繋がるか、カンテ、ファンダイク、組み立て直します。カンテへ、このボールをインターセプト。ベッケンバーは来た、シュート、さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。甲府ボックス内上げる、これはキーパー、もう一度頭、おスローインをカット、これは読んでいました。ベッケンバウアー流れを止めます、対応します。太陽、秋野、いいディフェンス、エジガルジュニア、クリスティアーノ、スルーパスを出す、カンテ、このボールをカットします。キーパーからのロングフィード、裏を狙っていきます。長崎はここクリアで難を逃れます。スルーパス、もういいですね。上げる、中央へ、ムーバッパー、見事なクロスからのシュートでしたが、これは決まりません。まあサイドをねうまく使った攻撃なんですけども、ボールの出どころ、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、この辺をしっかり守していかなければいけませんよね。これは奪い返します。ムバッペ、ムバッペからジョレンテ、裏へのスルーパス、うわ、取らないですね。ベッケンバウアー、ここはカットします。これはチャンスだ、ここは通しません。ブラホビッチへのボール、パレホ、さあフリーだ、アレクサンダー・アーノルドへのボール、クロスを折り返す、ボールはクリア、通るのかこのパス、ジョレンテに渡る、
さあカウンタースピードを上げたいところ。カイオセザールからエジガルジュニオ、アキノ、裏を狙っていきます。いいボールだ。沢田ヘディング、いいハンド、キーパーこれよく止めましたね。キーパーファインセーブでしたね。よく止めましたよね。ホフ、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。どうだクロス、オフサイドになります。長崎としてはもう前半終盤なので無理はしないでしょうね。このままリードでハーフタイムに行きたいでしょうからね。秋野、長崎カウンターを仕掛けていきます。中からエジガルジュニオ、スルーパスを狙う、低いボール、ここは繋がりません。狙えるか、スペースを狙った、おシュート、決まった、追加点、長崎リードを2点に広げます。美しいカウンターからのフィニッシュでした。そうですね、得意の形ですよね。チームのストロングポイントを発揮したいいカウンターでしたよね。これは選手も狙い通りでしょうね。エジガルジュニオ、今日2点目です。 There will be one minute at a time. さあ長崎、得点を重ね2対0という展開。長崎としてはこれでゲームの主導権を握れますよね。この後相手はここでファーストハーフ終了、引き続き15分間のブレイクに入ります。しかしこの追加点は驚きましたね。このまま終了しそうな雰囲気もありましたからね。そうですね、このゴールは大きいですよね。ですが前半終わったところですしね、まだまだ乗ってくるでしょうから、わからないですよ。ヴァンフォーレ甲府対ヴィファーレン長崎、長崎が前半は2対0という形リードして折り返します。Substitution on the field. Number seven. さあ後半スタート。高橋、桑崎、秋野、Number 20. アレホ、沢田、さあつながるか。さあ裏を狙っていきましたがこれは通りませんでした。さあ左サイドへ、裏へ届くか、ベッケンバウアー、ここは読んでいました。ファンダイク、カンテへ、トルガン・アザール、パレホへ、これは合いません。長崎カウンターを仕掛けます。さあ来たか、カンテ、このボールをカットします。オフサイドです。このパスはキーパーへ。この試合でアシスト2つ記録しています。アーチのようなパス、ハーレーホーからハフェルチ、これを読んでいた、クリスティアーノ。いやー展開早くなってましたね。カイオセザールからアキノ、2
北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。長崎としては無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね。今は守備に集中して隙があったらゴールを狙っていくスタンスでいいと思いますけどもね。さあカウンターを仕掛けます。さあエジガルジュニオ、アフェルツからホーランド、ホーランドからのパス来た。これはここはディフェンスの対応。ここはつながりません。エジガルジュニオ、さあカウンターのチャンスになります。出るか、飛び出した、エジガルジュニオ、さあこぼれた、つながります。長崎は2本目のコーナー。キリアン・ムバッペ。Coming on the field is number 9. スラッター。さあトリガン・アザール。トリガン・アザールからハフェルツ。と呼んでいた。甲府としては先ほどからなかなかシュートまでいけてませんけどもね、そういう守り方をされてますよね。エジガルジュニオへ、裏を狙っていきます。アフェルツからのパスは通りませんでした。うわ展開早くなってきましたね。これは届くか、これは合いません。ハーレーホーからのフィード、さあイブラヒモビッチ、ここで丁寧にボールを扱う。硬い守備を見せます。さあここでカウンター、ロングボールで展開、ファンダイクからイブラヒモビッチ、クロス、ゴールキックとなります。さあ再び選手の交代です。長崎、ここは競り勝ちます。ハレホ、ハレホからホーランド、これはなかなかこじ開けられない。この辺は人に対して厳しく言ってますよね。いいでしょう、攻守の切り替え。さあイバルボ、さあ打てるか、シュート、いや追加点、長崎これで3ゴール差になります。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体
Hello attendees, this is a lost children's announcement. Would the father of a boy in a yellow t-shirt kindly make his way to the information center? イングランドリーグ本日のゲームはイーストボールスタジアムで行われます。この時間はブライトン対ビファーレン長崎、こちらをご覧いただきます。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ前半見ていきましょう。イングランドリーグブライトン対ビファーレン長崎、さあ北澤さん、今日の注目選手は誰になりましょうか。バランですね。スピードがあるので相手の足が速くても抜かれないですよね。ディフェンダーにもスピードとか足元の技術が求められますけども、全てを高いレベルで持ってますよね。彼の安定感のあるディフェンスには注目したいですよね。はい、どうやって彼の守備を突破するかというのもこの試合の見どころになりそうですね。ランプティ、イブビスマ、ここは下げます。ペルトマン、ランプティ、このボールをインターセプト。ルイス・ダンク。この序盤両チームともまだ探り合いをしているような感じです。クリスティアーノ・ロナウド、あっとこれはワンツーシュート。大きく蹴り出します。セルヒオ・ラモス、いいディフェンス。ファティ、絶好の位置で受ける。クリスティアーノ・ロナウドからファティ、これはチャンス。仕掛けるか。秋元、これはチャンスだ。いけるか。シュート、きた。先制、長崎。ここで期待に応えました。待望の一発目。今のシュート前のボールコントロール素晴らしかったですね。これはトラップからのシュートへの流れが完璧でしたよね。クオリティの高さを見せてくれましたよね。
さあ1対0先制ゴールが決まりました。先制点が奪えるとチームとしてもやっぱり余裕が出ますよね、はい、そこからまたいいプレーが生まれてくると思いますし、さらに追加点にもつなげていきたいですよね。そうですね。クルセフスキからクリスティアーノ・ロナウド、さあワンツーから入るか、さあ抜けた、シュート、いや追加点、長崎立て続けのゴール、主導権を完全に握ります。中盤で奪ってからのカウンター決めてきましたね。奪ってからシュートまでの展開が良かったですよね。選手同士でゴールまでのイメージが共有できますね。さあ長崎得点を重ね2対0という展開。いや非常にいい流れですよね。チーム全体に勢いが出てきたんじゃないですかね、はい、非常に大きな1点だと思いますよ。ここはファールを取られます。レフリーの答えはイエローカード。まあこれはしょうがないでしょうね。さっきも注意受けてましたからね。いやこういった一つのねあのプレーによって状況変わってきますからね。クルセフスキ、ここはカットします。積極的な守備を見せます。スペースを狙った、審判流しました。クリスティアーノ・ロナウドに渡る、アリステル、いいプレッシャーです。フェルトマン、大きく縦、セルヒオ・ラモス、このボールに触ります。狙った、おーゴール、これを決めてきた。怒涛のゴール、勢いが止まらない。見事なワンツーからのフィニッシュでした。そうですね、まあ、このワンツー出してと受けての関係性、これは素晴らしかったですよね。ナンバー7クリスティアーノ・ロナウド。さあ長崎現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。立て続けでしたよね、はい、先ほどのゴールをきっかけに選手も流れを掴んだ感じですよね。もう1点いけますかね。さあ左へ預けて、ジョルジーニョ、このボールをカットします。アリステル、ウェブスター、裏を狙っていきます。さあクリスティアーノ・ロナウド、これは合いません。クリア、このピンチをなんとか出します。クリスティアーノ・ロナウド、どうだこのパス、どうだこのシュート、決まった、追加点、長崎ハットトリック達成、期待を裏切らない素晴らしい活躍。素晴らしいスルーパスからのフィニッシュ、タイミング完璧でしたね。今のは出してと受けてのコンビネーションですよね。ピンポイントでパスを出さないとディフェンスに引っかかってしまいますからね。イメージ通りのゴールになったんじゃないですかね。当然ハットトリックということになります。
さあ長崎、現在圧倒的な強さを見せています。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、うん、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんでしょうね。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。このボールをカットします。フェルトマン、長崎がここでファールを取られます。縦にボールを送りましたが、これはタイミング合いませんでした。ジョルジーニョ、いいボールでしょ。パティ、そして今前半終了の笛が吹かれました。積極果敢な攻めが印象に残ります。長崎、調子いいですよね。リードして前半を終えたわけなんですが、どのようにご覧になりますか。最近得点を与えなかったというところも評価できますよね。内容も悪くないですし、本当に素晴らしいですよね。イングランドリーグ、ブライトン対ビファーレン長崎、長崎が大量リードで折り返します。Everyone, please welcome our players.さあ後半スタートです。奪います。秋元、スルーパスを出す。このパスが抜ける。このパスはキーパーへ。秋元がパスを出しましたが合いませんでした。ジョルジーニュからブスケッツ、絶好の位置。ニール・モペ、ここはいいプレスで奪います。浮き球を使う。チャンスになるか。冨安、流れを止めます。ジョルジーニョ、セルヒオ・ラモス、クリスティアーノ・ロナウドから秋元、素早いパスで攻め上がっていきます。クリスティアーノ・ロナウド、さあつながるか。シュート、ボールは右にそれていきます。いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。ここは競り勝ちます。組み立てながら攻め上がっていく。抜いた、きた、ついてた、長崎容赦ない一発。キーパーの取れない位置を狙った見事なシュートです。思い切ったシュート、気持ちのいい一発でしたね。ちょっとあれはセーブできないですよね。 After 55 minutes is number 15. さあ長崎、このゲームの主導権を完全に抑えています。アリステルと、ボールは積極的なディフェンス、ここは対応します。秋元、先ほどから北澤さん、しっかりチェックされていますね。そうですね、相手はチーム全体でブロックを組んだマークの仕方をしてますよね。
選手間のマークの受け渡しは味方同士の一つで成り立っているので、挨拶としては頻繁に受け渡しをさせるように動き回るのが効果的ですよね。結構このブロック同士の境目は曖昧ですから、積極的にトライ&エラーを繰り返していけばいつかは相手はミスをしますからね。イブビスマ、ここは守備の対応、チャレンジしたところ、これはファールではありません。ファティ、これはつながりません。ここも固い守りでボールを奪います。狙えるか、シュート、こぼれます。これ仕掛けるか、さらに来る、グロース、さあカウンターのチャンスになります。抜けてくる、チャンスになる、来たぞ、シュート、ゲット、ディフェンスに寄せられましたが見事なゴール。いや、寄せられてましたけどしっかり決めてきましたよね。ボディバランスの良さっていうのがゴールにつながりましたよね。ブライトンはメンバーチェンジです。サブスティチューションオンザフィールドナンバー10カミングオンザフィールドイズナンバー14Substitution in progress. チームとしての意地を見せます。ラナーナ、アーチのようなパス、裏を狙いましたが通りません。このボールはカットされます。ルイス・ダンク、こぼれてる、ブライトン、カウンターを仕掛けます。トロサール、ここ来ましたよ、来た、かわす、裏へ届くか、シュートレンジです、シュート、来た、これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて見事なゴールでしたね。さあ、再び選手の交代です。ブライトン、Substitution on the field. Number 13. 一矢報います。いや、チームに勢いを感じますよね。さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。Coming on to replace him is ベルトマン、ジョルジーニョ、うまいインターセプトを見せます。柔らかいボール、ここはつながりません。ジョルジーニョ、パスでつないで攻め込んでいきます。ククレージャ、イブビスマ、
クリスティアーノ・ロナウドから秋元裏へ出るか抜けた。ここはキーパー処理しました。秋元がパスを出しましたが意図が合いませんでした。秋元からクリスティアーノ・ロナウド、これを読んでいた。スペースいいボール出たんですけどもね。いや展開早くなってきましたね。浮かせてきます。久保、クリスティアーノ・ロナウド、ボールを奪いに行きます。ここでファウルがありました。イエローカード。長崎はこれで交代枠をすべて使い切りました。ブスケッツが今日はもうすでに1枚イエローカードをもらってますからね。サブスティチューション。クリスティアーノ・ロナウド、危険なプレーのようにも取れましたが、これはありません。スルーパス、これはどうだ。ジョルジーニョ仕掛けるか。久保、ここは読んでいました。アディショナルタイムは3分という表示です。ここで笛です。5対2、長崎一方的な勝利。結局相手を寄せつけませんでした。秋元、やはり今日の主役はこの人でしょう。ゴールを量産し最高のパフォーマンスを見せてくれました。さて北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか？長崎としてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だったと思いますよ。今日の結果をうまく次につなげていきたいですよね。はい、ありがとうございます。さあそろそろお別れの時間です。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。イングランドリーグ、長崎が3点の差をつけ快勝しています。
Thank you.